あのこのロックスミもあれで思ってるからね、みんな。イロハが清楚で居続けられるなんて。多分コロックスのメンバーの中で、まあ良くも悪くも風間はおとなしい方だと思ってるよ、勝手に。いや、おとなしい方でしょ。まあフィジカルは別としてね。まあまあまあそう思ってるんだけど、うん、そう思ってるんだけどね、別にね。まあまあね、思ってるんだけど、コロックスのメンバーはね、多分ほら風間とさ、多分ね喋ってる時間も長いから、イロハがまだ清楚として認知されてるのっていう感じでね、結構昨日言ってくれたから、風間としてもね、すごくやりやすかったしね。同期には本当に感謝してる。ありがとう、ホロックスの同期のメンバー。本当にありがとう。いや、でもね、本当だよ。風間はね、まあ大丈夫。もうね、気にしてないというか、なんて言うんだろうな。なんだろう。まあ、皆殿が清楚って思ってくれてるんだったら、まあ清楚でもいいけど、そんな皆殿、あれだよ。やっぱ怖いよ。怖い怖い。だってほら、清楚ってさ、思われてさ、外部の方が、この子はホロライブの清楚なんだって入ってきてさ、皆殿からの情報でね、いざ見たらさ、え、清楚じゃないやん、みたいな感じになっちゃったらさ、リスナーさんも離れてっちゃうのかなって思うと怖いじゃん。そう、清楚の怖いとこって一番さ、そこじゃない？いや、風間はそう思うよ。風間は今のスタイル変えるつもりもないし、今のね、ままの風間でこれから先輩たちとね、絡んで、どんどんね、お話とかして、ただまた違った一面を皆殿にね、お話しさせ、見せていくようになると思うでござるが、そう、絶対に見せていくし、絶対見てこなかった一面も出てくるから、まあ、それで清楚じゃないってね、なっちゃった時にさ、皆殿がっかりさせるの辛いじゃん？そう、だから、どっちかっていうと清楚って嫌だなって、清楚って、ちょっと苦しいよなって思ってたんだよね。そうそうそう。だから、まあもう無理はしてないし、今の状態。まあ風間は今やりたいようにやらせてもらってるので、もう風間はもうこっから、プラスアルファで言えば先輩たちとね、絡んでいってね、もしかしたら風間のまだ見えてない一面が垣間見えることはあるかと思いますが。まあそれでもね、風間についてきてくれるって、風間隊の皆殿を風間は信じております。のでね、よろしくお願いします。信じてるからな。信じてるかな、風間隊。信じてるぞ。